はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、家系ラーメンの回でございます。僕の大好きな家系、本日訪れるお店はですね、家系でもね最近めちゃくちゃ有名な大戸屋さん系列のお店なんですけれども、虎吉屋さんという、僕の自宅からだと車で30分はかからないぐらいのかなりね近い距離にありまして、日常的にですね食べに来る大好きなラーメン屋さんなんですけれども、これぜひね皆さんにもね知ってほしいと思いまして、本日は撮影をお願いして、ちょっとねご飯物と合わせて2杯いただこうと思いまして、早速ですねお店の方に伺って、そのね僕の大好きな美味しい家系ラーメンを食べていこうと思います。ということでですね、さて今店内に入っております。でちょっとねオープニングの方ではラーメン2杯いただくってお話したんだけど、ちょっと先ほどですね店主さんの方からたまに出てる限定がね今日あるということだったので、通常のねラーメンとあとは限定を2品ですね、合計で3杯のラーメンをいただいていこうと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、例えばですね1杯目いただきます商品が到着いたしました。1杯目がこちら、チャーシュー麺の大盛りにほうれん草や海苔、味玉をトッピングさせていただきました。それではねこちらもいただきます。ひとまずスープですね、これがねめちゃくちゃうまいですよ。あーうまい。スープ自体に肉だしとで骨感と、そこにねキリッとした醤油の旨味、これが加わってね濃厚で甘みもあるんだけど、後味キリッとした最高のスープに仕上がってます。いやこれがうまいのよ。ちょっとね具材が多くて麺がいけないんで、上の具材からいっていきましょう。これねチャーシューでございます。うまそう。このね、燻製感の強いチャーシューがほんとスープに合う。うまっ。そしたらこれチャーシューをよけてと、大盛りにした麺はこんな感じと、この麺がね、めちゃくちゃうまいんですよ。うまっ。このねスープがしっかり染み込んだ麺、言葉がいらないぐらいうまい。でこの辺りでちょっとね僕の好きな組み合わせ、海苔とほうれん草でスープをひたひたにして、この組み合わせがねめっちゃんこうまいっすわ。これに勝るものはない。うまっ。で今回のねラーメンにはこちらまかない飯もね注文しておりますので、これとね合わせて食べていきましょう。これをこうして、説明したい気持ちは山々なんだけど、好きなラーメンがうますぎて止まらない。で、このスープなんだけどね、醤油感、肉感、骨感全部強いので、もちろん味変が合うということで、卓上にございますこちらのラーメン胡椒入れてね味変をしていきたいと思います。もともとねスープ自体にはパンチがあるんだけど、胡椒の辛みとか香りが加わって、スパイスがね1個加わることでまたね別のパンチが加わるんで、食べてる途中に、ね、加えるとものすごく美味しいです。皆さんもねお試しください。
ったな。海苔とほうれん草だけじゃなくて燻製チャーシュー、これをこうやってあえてもうまいんですよ。うん、やっぱりね、家系っていうこんだけね濃厚でうまいラーメンにはいろんなねトッピングをしてもベースのね美味しいをそのままに自分好みのカスタマイズができるので、これもいい点だと思うんですよ。基本的に僕自身は家系に行くと普通でいただくことが多いんですよ。いわゆるヤーメとか濃いめとか油多めとかそういったのもチョイスできるんだけど、全くせずにまずはね普通を食べてみて、そこからね自分のカスタマイズを探すことをお勧めいたします。うん、そしたらこちらが最後の具材でございます。うん、あーうまそしたらただいまですね1杯目いただきましたチャーシュー麺の大盛り完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということでただいまですね2杯目が到着いたしました。2杯目にいただきますのがこちら限定というか不定期で販売しているみたいなんですが、油そばということで、でしかも油そばといえばもちろんね、こちらの白ご飯も用意させていただきましたんで、こちらもね、早速いただきます。で一気にこれ具材混ぜていきましょう。よっ、うわー、うわもうこれうまいね。この麺がさ、返しに染まった姿、これ完全に反則ですね。ちょっとこちらもいただきます。油そばなので味はね濃いめではあるんですけど、見た目以上にまろやかなんですよ。かつねこのネギとかフライドオニオンとか香ばしさ爽やかさも相まってうまい。うん、まっ。こっちはさっきのラーメンと違って並盛りなんで一瞬でなくなっちゃいそう。ちょっとライスいっちゃいますか。うまっ。これちょっと海苔とこれをこういう感じでねうまそう。なんか久々に味変しなくても完成してる油そば食ってる。やっぱりうまいな。そしたらこの辺りで味変しなくてももちろん美味しいんだけど、こちらのマヨネーズをかけてさらにねがっつりとした一杯にしていきたいと思います。お、うわ、この唐辛子で辛みも加えちゃいましょうか。これ100点の組み合わせなんじゃないの。絶対うまいでしょ。ちょっと見てこれやばくない。うまっ。そしたらただいまですねこちらのラーメンこんな感じで麺は完食いたしましたので、こちらの残ったねライスをドボンと。普通に麺を食べてると間違いなく具材が残るんで、絶対この締めライス合うと思う。これですよ。これ追い飯必須だわ。絶対みんなした方がいいよ。うん、ということでタイムですね2杯目も完食させていただきました。またごちそうさまでした。ということでですね、ただ今3杯目到着したんですけど、びっくりするのが到着いたしました。こちらでございます。チャーシューが丸々1本乗っております。別のスープはね同じだと思うんですけれども、お肉が増えることで油とかねお肉感とか味も変化すると思うんで、こちらも普通のラーメンと食べ比べてみましょう。いただきます。
まずこの スープうまい、まあ、もちろんねスープはうまいですよ。でこのチャーシュー皆さん見てください、チャーシュー厚さがすごい、これが丸々1本ですからね。いただきます。うまっ。普段の燻製チャーシューとは違ってむっちりとした肉感がしっかりあるタイプのチャーシューで、脂身がプリプリしててうまい。これめちゃくちゃうまいんだけど肉が乗りすぎて麺に届かない。家でこれ食べながら飲みたいね。結構ね食べ進めてるつもりだけどまだねこの厚切りのチャーシューが7枚ございますそしたらやっとですねこちらチャーシュー最後でございますじゃああとはねもう通常のラーメンだけですのでこれ食べていきましょう。本当さ、トラクチャーさんのすごいところは撮影が始まって40分以上、ベースはね同じこの家系ラーメン食べ続けてるんですけど全然ね最後まで飽きが来ないのよね。何回も来るぐらい癖になる美味しいラーメンなんですよ。うん、やっぱり家系はね食後の水がうまい。私はということで本日はですねトラキチ屋さんで美味しい僕の大好きなラーメン計ですね3枚食べてまいりました。こちらのお店は人気店で外待ちもねしっかりするんですがやっぱりね回転が早いので並びがあってもすぐ食べられます。ぜひね気になった方はこちらのトラキチ屋さんで僕の大好きなねこの美味しい家系ラーメンぜひ食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画がどうと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですねサブチャンネルの方でも活動を行っておりますのでぜひねそちらも概要欄からチェックしてみてください。では次の動画でまたお会いしましょう。じゃあね。